ホンダウェルカムプラザ青山恒例イベントバイクフォーラム。バイクフォーラムは各界でご活躍の方々をお迎えし、バイク、旅、自然、そして人についてユニークなテーマで繰り広げられるトーククルージング。さて、第13回バイクフォーラムのゲストは、日本人として初めてロードレースの世界チャンピオンに輝いた片山隆純さんです。片山さんが初めてバイクに出会った頃から現在の活躍に至るまで、数々のエピソードを交えてとっておきのお話を聞かせてくれます。11年間に及ぶワールドグランプリで残した記録、優勝11回、チャンピオン獲得1回、彼が残した記録は今後日本人ライダーが破ることは不可能であるとさえ言われています。現在は自らレーシングチーム片山を主催、モーターサイクルファンに夢を与え続けてくれています。お話の相手をしてくださるのはバイクジャーナリストの万澤康夫さん。今年1年バイクフォーラムのホスト役を務めてくださいます。今日はですね、人生のコーナリングというタイトルなんですが、まあ実際のレースでも、直線だけではこれは面白くないレースになりませんので、人生もですねトントン拍子ストレートでは面白くないだろうと。でここに、おります片山選手、今はもう選手じゃなくてですねレーシングチーム片山のオーナーということで、起業家としての、スタートを今年から、去年から飾っております。でその起業家としてのですね人生をずっとこれまで、歩んできた間に、ストレートだけじゃなくていろいろコーナーがあった、そのコーナーをどう切り抜けてきたかという話を、今日はじっくりと伺いたいと思っています。というわけで題しまして、人生のコーナリングということです。よろしくお願いいたします。こちらこそ。通り一遍まず片山選手がどういうふうにしてバイクと出会ったかっていう話はぜひ話の取っかかりとして、伺いたいんですけども、初めて出会ったバイク、それからそれをどういうふうにして出会ったかっていうところをちょっとお聞かせください。初めて出会ったバイクですか。うん、初めて乗ったバイク。ねホンダのカブを、近所のおじさんが乗ってたの、小学校4年生ぐらいの時かな、3年生か4年生ぐらいの時に、僕たちの同年代の、遊び仲間がね乗せてもらってたのを見て、あ、自転車よりも楽そうだと、あれは俺も乗ってみたいと、それで、初めて乗って、町内を一周したと。だから出会いはホンダだったんですよね。初めてそのバイクに乗ってて、自分は結構うまいんじゃないかなってこう気がついた時っていうのはいつ頃なんだろう。街中乗ってたりして、そのギリギリヒヤヒヤっていうね、こう背中にゾクッとするような走りをせずして、結構スムーズに走ってたから、友達を後ろに乗せても、友達がこう飛ばしててもね、怖いって言わないっていうのかな。でそういう違いっていうのは、例えばまあ細かい話になるけど、加速がスムーズとか、ね、減速もその乱暴じゃないとか、そういうことが身についてると思っていたわけね。そうだろうな。挙動から挙動、全てのバイク、バイクの乗り方っていうのは動作の連動でしょ、連続だよね、いろんなことのね。例えばシフトアップするにしても、スロットル操作からクラッチ操作っていう全ての連動だから、そういう連続された動作の中において、その非常にスムーズだったんじゃないかな。うん、ほら、万澤さんがよくやってるギクシャクギクシャクっていう
あれじゃないっていうやつですよ。ありがとうございました。どういい例がそばにいて話しやすいでしょう今日は、ところが世界グランプリに行ってみると、もっとスムーズなやつがいるんですよね。それはね、どういう時現れるかっていうとね、雨の日に走るとね、すごくわかるの。あのバイクを本当にスムーズに速く走ってやらないと雨の日は速く走れないんですよ。やっぱし僕なんかよりも数段あの飛び抜けた人間がゴロゴロしてたね。周りの友達よりも俺は速い。片山隆純は自らの才能を確信し、レースへの夢を築き上げていった。1971年レースデビュー。翌年ジュニアクラス各賞を総なめ。74年ワールドグランプリ初挑戦。3年後の77年にはついにワールドグランプリ 350cc クラスでチャンピオンの王座に輝く。ホンダがやはりやればすごいバイク作るだろうなっていうのは当時噂でもあったでしょ。じゃあ、はっきり言えばホンダの人はねバカばっかり揃ってましてね。だからね、思い込んだらね全部やっちゃうんですよ。もうそこがあのバカの取り柄というか怖さというか、そういう部分では僕も、人語に落ちないなっていうんで、とりあえず僕も一緒にがっぷり四つどもえでやれたらなっていうんで、初めからバイク作りするっていうのはものすごく自分に課せられることって大きいよね。すでに出来上がっている路線に乗るんじゃないから、そういう意味ではそういうバカ集団の中でバカさ加減をもっと発揮できればいいなとは単純に思いましたね。しかしスタッフとの苦心の末完成したゴーサイクル NR500 はついに満足できる結果を残せずに3年が経過した。82年ニューマシン NS500 の登場。シーズン初めから見事な性能を発揮し続ける NS500 に乗る彼は、一戦ごとにやがて来る勝利への自信を深めていった。スウェーデンで行われた第10戦レース序盤でトップに立った片山は一時ウンチーニにトップを奪われましたが、そのウンチーニがマシントラブルでリタイア。片山はその後独走で見事初優勝を飾りました。不思議なことにね、僕は何かものすごく大きな出来事の前にはね、大体それが分かるんですよ。だからイギリスのこの前にはね、イギリスのレースがあって、イギリスからスウェーデンに行ったんだけど、イギリスのレース終わった時点であれ次のスウェーデングランプリ俺勝てるなっていうのが分かったもんだから、日本の2人ぐらいにはねスウェーデングランプリ勝ちますからって手紙書いた。ちょっと待ってよそれ。ちょっとどう、ウンチーニが前走ってる時もね、やつが俺の前を走ってるわけがないと。これですよ。あいつは絶対に2位になるか転倒するかバイクは壊れるんだと、なぜならば俺は絶対勝つんだから。もうとりあえずそういうことが、僕の人生には多々ありましてね、こうなるんだってものすごく強く感じるっていうか思い込めるっていうか、そういうふうになるともうほとんど物事はそうならざるを得ないという、そのこれもまさしくそれでね、あスウェーデン勝ちますねってもう思ったから、だから1週間うわ勝てるんだ勝てるんだってものすごく楽しかった。メカニックなんかがねどうしたのって言うから、いやスウェーデングランプリ勝つんだよなって、いやさあメカニックも大体俺の性格を分かってるから、あそうか勝つのかいいなよしとかって頑張ってたもんね。あそう、うん。レースをやめようと思った時の話をちょっとしてくれる。これも重大な転機だったと思うんだよね。いやそれはいつも例えば
自分の実力が発揮できない時っていうのは自分自身が例えば空気ボールに例えてればこれがしぼんでいく。で、あ、しぼんでいってる、なんかなえてるなっていうのを、なぜなえてるんだろうっていうのを自分でこう自分のボールを見てみるとどっかに穴が開いてたみたいな。でそこに絆創膏をパッと貼るとまた自然治癒力でやる気がうーんって上がってくるみたいなね、うん、そういうことってこういつも繰り返してるわけ、小さな転倒しても、人との何か、些細な出来事においても、なえたりするとそうやって穴ぼこを探して、絆創膏を貼って自然治癒力で膨らむのを待つっていう。だから、僕にしても漫才にしてもあなたたちにしてももう絆創膏だらけの人生だと思うわけ。やめるときはまさしくそれがどん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 こう縮んできているのをなんか感じてて、でも穴はいつも探してていつもと同じ行為をしてたんだけども最後まで穴が見つからなかったんだろうな。楽しいバイクっていう、まあ一言で言えばね、そのテーマに向かっていろんな種類の仕事を今までやってきた。でこの RTK の主催っていうことがまた一つの、おやおやあの高積みの重要なテーマになったと思うのね。ありがとうでそこのいや実はこういうことしたいんだよっていうことを一口で言ってもらいたいんだ。もう本当に僕の生き方ってのはね、自分の夢が、人様に、危害を与えることなく、そして、できるだけ多人数の人たちを巻き込んで幸せ感を分かち合えればいいなっていうのが、骨子なんですよ。だから俺がこんだけ楽しいと思ってやりたいなと思うんだし、それにそこから派生してくる空気によって、おお人生って面白いな、へえそんな楽しい遊び方があるのかみたいなね、そういうものが、どんどんできていけばいいなっていうところから発想がとりあえず出てくるんで、それをやりたくなっただけですね。だから今年もレディースっていうチームを発足したりするんだけども、もうまさしく1年前までは女の子はレースやらない方がいいよって俺自身言ってたんだけど、ね、言ってたね、やりなさい皆さんやりなさいとかってあ、そう、うん、スポーツっていうものがこんだけ氾濫してて、バイク乗ってる女の人たちも増えてて、教習所に行ってる女の子たちが半分ぐらいね占めるようになった時に、当然バイクっていうものを通じてスポーツやってみたいなって思う人が増えてくると思うわけ。その時に男ばっかりの中でね、女が入り込んでしかレースできないみたいなね、アマゾネスになるしかそのレースできないみたいなね形ってのは俺本来ありえないと思うわけ、レディースだけ のレースがあって、その行われてれば女性も簡単にスポーツに入っていけるんじゃないかなと思って、うん、とりあえずバイク自体が楽しい乗り物であればよくって、楽しむための場所を、俺のできる限りの力でね広げていけばいい、うん、例えばバイク乗ってる人たちは自分たちで近くの楽しいところを探せるみたいなね、うん、みんながワイワイガヤガヤってこう遊ぶ、その遊べる若さっていうかバカさっていうか、それいつもずっと持ち続けて、80か100ぐらいでぽってり死にたいなとは思うね100まで生きるつもりだ。いや俺120までと思ってるさあ行くぞさあ行け、はい。引退という人生の大きなコーナリングを見事にクリアしてみせた片山さん、チームオーナーとして起業家としてバイクに乗る立場からそれを指導する立場になった片山さんが語ってくれた夢、バイクがもっと社会の中で認められて楽しい乗り物になってほしい、新たなスタートを切って精力的に活躍される片山さんが再びバイクファンに夢を与えてくれることでしょう。